おはようございます。本日のお題いただきました。私の母親についてっていう話です。私の母親はですね、やはり歯医者の娘でして、次女でした。まあ戦前に生まれて女学校時代に戦争でしたね。で、風船爆弾作ってたって、あんまり言うとバカにしてるって言って怒られたことがあるんですけど、母親はなんか昔、戦争時代は、その頃こんにゃくが群馬県、まあ、未だに名産ですけど、こんにゃくので作った海苔で風船に、爆弾をつけてアメリカに飛ばすという、風船爆弾を女学校時代作ってたって自分で言ってました。で、その後ドレスメーカー女学院っていうの出て、でうちの父と結婚して、まあ、歯医者に嫁いだって感じですね。歯医者の娘で歯医者に嫁いだ。まあ、そこから、まあ、平成10年に亡くなったんですけど、それまでは、まあ、なんか、私にとっては、口やかましくいつも私は、なんか言われてた覚えと、それに反発してたって覚えばっかりかな。なんか、でも母親いなくなってやっぱり帰るところがなくなっちゃうっていうのはものすごく寂しいなっていうのがやっぱりありますよね。それは、同じかなというふうに思います。もうそうですね、平成10年ですから17年なんですかね、亡くなって、12月に亡くなったんで、まあ、今年の、命日にはお線香を出さなきゃいけないなとは思います。久しぶりに母親のことを思い出させてもらいました。本日は以上です。また明日よろしくお願いいたします。